ディング行く？行きましょうか。これで参拝で伊勢志摩サミット。いやちょっとあれだったね、猿田彦さんの最後の登りすごかったね、登りが来たね、結構ね、なかなかのなんか最後の最後になんかラスト3キロ残ってたみたいな感じだね、だから伊勢神宮に、そうですね、いよいよゴールにゴール到着したいと思います。目前ですね、あと 1.4 キロ、1.7 キロみたいな、2キロない、嬉しいね。おかげ横丁、おはらい、そっち行けばあれだね、あ、そういうことだね、やってまいりましたね、とりあえず入り口に到着しましたね、伊勢神宮、っていうことはこれにてゴールで、とりあえず今日はここでひとまず終了ということですね、はい、はい、無事伊勢神宮までやってまいりました。いやーと距離確認しますか、距離、はい、私今距離出しますね、わー長かったね、はい、距離よりも時間がかかったね、やっぱ今回の旅は暑かったよ、うん、お、ちょうど9時間、9時間、ちょうど9時間で、28キロっていうところですね、うん、歩数が 45,637 歩、45,000、うん、いやー全あれだね、山手よりも 12,000 は少ないのか、そっか、うん、まあ、でもねこの暑さでね距離を歩いたんだからね、うん、気持ちいいね、やり遂げたっていう感じはしますね、うん、はあ、ちょっとねだいぶ2人この暑さで疲労困憊なんで、明日改めてやっぱ行こう、あ、行く、うん、見たくなった、見たくなった、じゃあ行きますか、うん、とりあえずもうパッと行って、うん、パッと行って、うんうん、今日は一回休んだ、うん、じゃあ改めてちょっと長行っていきたいと思います。よし、よし、よし。念願の伊勢神宮、よかった、今度はちゃんとした礼服で1000円払って特別参拝します。1000円なんだ、1000円、これ当たった、おお。豚カバ丼スペアリブ膳、はい、じゃあ伊勢醤油ソフトクリームです、いただきます、すんげーうめえ、これハマるよね、うまいね、若干なんか味噌っぽい感じあるね、うん、うまい、
これはうまいね。あ、塩味もちゃんとあるね、うん、素晴らしい。あ、美味しいね、うん、あ、いいですね、この人のいない加減もね、うん、この時間帯もいいね、うん、閉まってくる、